さあスタートを切りました。男子40キロリレー14チームステージ直線 200m。 今ファーレンも考え、彼の今走ってる後になって考えてるでしょうね、どうやるかということを。あと 3km でさあどれほど追い上げることができるか。先頭に映像は戻ります。 1km 地点残り 2000m、 40km のうち 38km 地点にかかってきた。かかった、スパートをかけるイタリアファーネル。さあダーリーが出た、ダーリーも全力で出す。ファーネルが出る、ファーネルが出る、ダーリー疲れる、ファーネル、ファーネル出る、ファーネル1位、イタリア優勝、ノルウェー第2位、イタリア金メダル、地元ノルウェー銀メダル。勝負はアンカーでした。またもファーネル、ダーリー敗れました。オリンピック史上まれに見る大接戦はイタリアが制し、ノルウェーの金メダル独占を阻みました。今スタートしました。直線で待つノルウェーのシーベルトセンが出ます。この長い一気に直線でスピードをつけます。差を縮めてトップには出ましたが、2位イタリアの前もよくついてきています。ノルウェーのアンカーはアルスゴール。複合の後半15キロで金メダルを取ったアルスゴールです。一方のイタリアはアンカーはシルビオ・ファウネル。とにかくこの白馬では強い、フリースタイルには強い、そして何よりも勝負強さがあります。あ、ここはもうタイムじゃないですよね。ここはゆっくりとタッチしました。はい、もう下がりませんでしたので、今もう待ってて軽くタッチしただけ。はい、さあこれどっちが前に出ていくかで全然変わってきますよ。ゴールまではあと 2.8 キロになりました。今イタリアのコーチが声出してますが、この時点で声をかけるというとどういうことですか？そうですね、もう後ろのタイム差がもう50何秒ありますので、もう2人だけのレースだと。このフィンランドとの差が十分にあるので、はい、もう意識しないで2人の勝負をしろと。はい、最後のカーブが一つ待っています。どちらに出るのか、最後のコースの選択もポイントです。リレハンベルの再現となった最後のこの直線の勝負は300を切っています。ここでアルスゴール選手はですね、アルスゴール前に出るか、ファウネルが逃げる、残り 200m です。インコースを取らせないことですよ。ファウネルはインを守りました。アルスゴールは外に出ました。残り 200m の直線勝負、金メダルの勝負は残り 100m だ。すごい速いです。スプリントするアルスゴール、アルスゴールややリードか、アルスゴールリードが並んでいる、並んでいる、アルスゴール、アルスゴール、ファウネルもいつ、それはゴールインは、ゴールインですか、ゴールインはアルスゴール。わずか0秒2の差、ノルウェーが金メダル。50センチほどの差ですかね。わずか50センチの差でノルウェーが金。ノルウェーとイタリアの差わずか0秒2、スキーで言えば50センチぐらいの差でした。そうですね、はい、リレーの場合には一斉スタート。今クロスカントリー男子40キロのリレー16カ国がスタートしました。第1走はクラシカル、第3走者オーストリアボトビドフ、ホフマンアンカーにタッチします。オーストリアトップで来ました。オーストリアトップでアンカーの今ホフマンにリレーしました。すぐ後ろにビヨン・ダーリー今来ましたよね。今ダーリー迫ってきました。その差10秒4。元オーストリア金メダルなるか。ノルウェーアルスゴールが最後、まあ、スパートはしてるんですけれども取るのか。ここ上りスパートしました。はい、ホフマンがこの上りで勝負に出た。ただトーマス選手もついていく、はい、アルスゴールもついていく。最後の勝負になってきた。金メダルはオーストリアかノルウェーか。最後の直線勝負に入る。残り 100m だ。スプリントの勝負、オーストリアリード、オーストリアリード、ホフマンがリード、アルスゴールも来る、ホフマンがリードか、ホフマンが出るか、ホフマンか、
6番オーストリア、地元オーストリア金メダル、オーストリアが金メダルです。最後のスプリント勝負、ホフマンが勝ちました。アルスゴールを抑えての金メダルです。金メダルは地元オーストリア、この世界選手権で地元に初めて金メダルをもたらしました。日間で2月17日朝の9時30分からクロスカントリー男子リレーが始まります。ノルウェー2番手に交代。あ、やはりでも疲れましたね、チョルジュ選手も。ここでまた駆け引きが、おっとおっと、ゾルジュは今腰の前に出して、そして腰のゼッケンを一つ剥がしました。どういうことでしょうかね。とどうしたのか。あ、これはあの駆け引きしてるわけですね、お互い前に行けと。今お互いに何かこう、はい、スケーティングをやめて先行けよ先行けよと譲り合いました、ね。少しジョルジュ選手がスパートかけたように見えましたが、はい、差がつきませんでしたよね。後ろイタリア、横に出るクリスチャン・ゾルジ、ゾルジがスケーティングで前に出る。アルスゴールもそれにこうしていく。2人のスケーティング勝負、ジョルジュ選手。さあゾルジが前にバランスをちょっと崩すか。両者ともバランスをちょっと崩したが、右側ゾルジ、向こう側アルスゴール、はい、分かりませんね。これは最後まで分からない。アルスゴールが出る。最後のスケーティング、プッシュプッシュ、はい、アルスゴール、ガッツポーズ。スプリント勝負、ノルウェーです。ノルウェーチーム男子リレー金メダル。アンカーのスプリント勝負という最高に面白い展開になりました。ノルウェーのアルスゴール選手とイタリアのゾルジ選手、2人はゴールの直前まで接戦を展開したんですが、最後はノルウェーのアルスゴール選手が 0.3 秒差競り勝って、ノルウェーがこの種目に、まだコース幅がないですから、はい、あのゴール手前の直線、コース幅のあるところで、どちらが仕掛けるかですね。少し下りがあってゴールの直線に入る手前に上りがあります。後ろをしきりに気にするアルスゴール、そして対比マン、ドイツの対比マンはどこで出るか。まだ後ろ、金メダル争いはノルウェーかドイツか。トップを行っていたスウェーデンは遅れてしまいました。まだ警戒している。ここからですね、最後ここでスパートしたのはドイツ、タイフマン、アルスゴールはノルウェーはまだ見ている。先にスパートしたのはドイツ、まもなく残り 100m、 ドイツ先にスパート、ノルウェー来た、アルスゴールが来た、アルスゴール来た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 、ノルウェーがトップに立った。ノルウェー金メダル、オリンピックに続いてノルウェー金メダル、さすがアルスゴールですね。王国ノルウェーの若き天才ノールトグ、逃げるスウェーデンのセデルグレン、さあ間もなく白旗山競技場、メダル争いは最後まで分かりません。名門スウェーデンか王国ノールトグ、来ました来ました、このピッチこのピッチ、回転数が上がってきた、回転数が上がってきた、若き天才がここで実力を発揮。うわー、すごい差です、スピードですね。この短距離の間にものすごい差に開きました。ノルウェーの選手にはすでにガッツポーズ、笑顔が見えます。すごい、これが王国ノルウェーの意地。世界スキーこの種目8区の4連覇まで視界良好、とんでもないスピードですね、強い。ノルウェー金メダル4連覇達成、2位に銀メダルにロシア、スウェーデン最後疲れました、銅メダルです。いやー驚きましたね、ノルトグの速さはすごい。すごいですね。この札幌で掴んだこのリレー種目での金メダルがノルウェーの若き天才の伝説の始まりになるかもしれません。